ジョン・ベイダーが、ジョンズ・ギナー・ウィズ・ジョンズ・シーベル2007年、キャンバスに、油彩、30、48インチスーパーリアリズムは、写真を用いて、対象を国名に描写する美術の潮流である。ハイパーリアリズム、フォトリアリズム、ニューリアリズム、シャープフォーカスなどとも言う。1960年代後半から70年代、初めにかけて、主として、アメリカ合衆国で起こった。 主要な作家にロバート・ベクトル、チャック・クロース、リチャード・エステス、マルコム・モーリーなどがいる。彼らは互いに独立して、制作をはじめ、画家としての出発点も、それぞれ異なるが、市民生活や都会風景、一般人の肖像画など、ごくありきたりな主題を写真を用いた機械的な手法で、国名に写し取る作風において共通している。この手法の結果として、彼らの絵画は、 写真の平面性を再現した、また感情を排したものとなる。彼らが表現するのは、写真というメディアがイメージとして作り出した新しい現実の予想であり、あるいは写真が持つ独特の効果そのものである。1970年代から80年代にかけて多くの批評家から誤解を受けたが、鑑賞者に作詞を起こさせることを主眼とする、いわゆるトリックアートの作品と関連づけるのは、 誤りである。スーパーリアリズムはポップアートの流れを組み、また、抽象絵画に対する批判として生まれたが、没個性的な表現を追求するという点では、前者だけでなく後者とも共通している。またいくつかの点で共通点があるとはいえ、彼らはエドワード・ホッパーなど、アメリカの伝統的な写実主義者とも距離を置こうとした。しかしこの作風が知られるようになった当時は、 写真の使用などに対して評論からから強い批判を受け、1972年のドクメンタ後に多くのスーパーリアリズムの作品が出品された際には逆光的な作風として嘲笑の的ともなった。絵画のほか、人体を型取りしてポリビニールで彫刻を作るドゥアン・ハンソンやジョン・デ・アンドレアらの作品もスーパーリアリズムの範疇に入る。日本では ガラスや生卵といった事物を国名に描写する、上が薫などが知られている。マイゼル、ルイス・ケイ・フォートリエリザム、ハリー・エヌ・エブラムス、インク、パブリッシャーズ、ニューヨーク、1980、P12、ABCD ・ e ロバート・アトキンス、フォートリアリズム、現代美術のキーワード杉山悦子ほかわけ、美術出版社、1993年、118から119ページ、 ABCD 習いはじめ、スーパーリアリズム、アートワード現代美術用語辞典バージョン2.0、大日本印刷株式会社、2013年6月4日閲覧。AB 高見健志郎、スーパーリアリズムヤフー百科辞典2013年6月4日、閲覧。AB 倫理、クリスティーン・スパーリーリストペインティングスカルプチャー、ウィリアム・モロ・アンド・カンパニー。 ニューヨーク、1980p23 フレミング、ジョンオーナー、ヒューザ、ビジュアルアーツ、エイヒストリー、サードエイド、ハリー・ N A ブラムス、1991p709 インディ、クリスティーン・スパーリー・リスト・ペインティングスカルプチャー、ウィリアム・モロー・カンパニー、ニューヨーク、1980p12 チェイス、リンダ、ホートリー・エリザム・ワット・ザ・ミレニアム、ザ・ノットソ、 イノセント・アイ・フォートリエリーザム・イン・コンテキスト・ハリー・エヌ・エブラムス・ニューヨーク・2002・ PP11 から12ありがとうございます。